どうもちゃん、篠原です。篠原センター塾英語大問 4B 広告系ですねについてやっていきたいと思います。最近だとこれウェブサイトの一部みたいな感じで、出ること多いんですけど、ウェブサイトっていうんだったらせめて URL みたいな、こうなんでしょう、こういう画面にしてほしいですよね。ここに URL があって、でここにわーみたいな、なんかこういう風にしてくれたらウェブサイトっぽいんですけど、相変わらずなんかビラみたいな感じなんで、一応これ広告系ってしたのはなんでかっていうと、ウェブサイトが出たりとか、昔はビラだったりですよ、あと求人広告だったりとかしたんで、系っていう風にしたんですけど、まあ時代の流れに合わせてウェブサイトにしてるっていうところでしょうね。で、そんなウェブサイト系というか、まあ広告系なんですが、ですね、これ苦手っていう人は、純粋に演習の数が足りません。で、ですね、こういう広告系の問題ってもう出るとこ決まってるんですよ。基本的にここです。ここ端っこの方ですね。基本的には出る可能性があるんですよ。この動画見てる人で、ゲームとかで FPS やってる人って結構います。 FPS 僕好きなんですけど、レインボーシックスとかコールオブデューティーとか、バトルフィールドとかですね、そういうのを好きな人、あるいは実況動画で見てる人とかってクリアリングってするじゃないですか。部屋のなんか敵がいそうなところパッパッパッとチェックしてみたいなことやるじゃないですか。ああいう印象です。広告に関してはもうなんかね、もうこことか、なんかこう写真があって、ここにこうやって書いて、ここですね、ここ、これが危ないんですよ。あとよくあるのは、一番最初のリード文みたいな感じでこうやって書いてる、ここね、ここもよく出ますね。なんか人間って一応視覚的にこうパッと写真とかに目が行くじゃないですか。太い文字とか写真とかにパッと目が行くんですけど、そういうとこあんま出ないんですよ。文字がバッとあるところ、もう見える、もうなんかもうどうでもよさそうなところ、あと一番下のこの辺、こうFPS 慣れてないと、見落とすみたいなところに敵がいる感じです。回答のヒントがあると。だから広告系のが苦手っていう人はもう純粋に演習の数が足りません。これ形式としては昔から広告系はよく出てるんで、もうめっちゃ過去問やってほしい。めっちゃ予想問題やってください。そしたらできるようになります、ここ。だから、もうとにかく広告系は解く。解いて解きまくる。そしたらできるようになります。もう FPS と一緒ですね。慣れたら勝ちなんで、慣れていきましょう。広告はですね、もう本当に慣れたらすぐ終わります。だって、もう見るべきとこ決まってるから、ここみたいな感じで、見るべきとこパッパッパッと見て、はいはいはいみたいな感じになるんですよ。で、慣れてないとめっちゃ時間かかります、広告。で、うわ、時間ねえわーってことになる。だから、とにかく慣れる。で、慣れて、どこに答えがあるのかっていう、まあ、なんだったら統計データみたいなの取ってみてもいいかもしれない。それぐらいですね。ぜひ、それをやっていただいたら、もうこれはね、楽勝でいけると思います。ぜひ、広告系得点源にしてくれたらなと思います。です。ということで、今回ですね、センター英語対策大問 4B、広告系について話しました。ぜひ、もう FPS と一緒、ゲームと一緒なんで、慣れてコツを掴んでいってください。今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。